株式会社スチームシッププレゼンス SS ぶっちゃけレディオいいよっ SS ぶっちゃけレディオパーソナリティ株式会社スチームシップのアリサですキャプテン CEO のライトフジョムです はい。この番組は、地域密着型ふるさと納税支援事業を行っている、株式会社スチームシップの代表、うん、大田藤山の考え方やマインド感などをもとに、スチームシップのありのままをお届けする番組です。と、うん。はい。というわけで、はい、え第4回目。四回目。の収録始まりました。よろしくお願いします。うん、ま,すま,まだ、あれかな。うん、めちゃめちゃ反応は、ぼちぼち あ,あ、でも、昨日ね、ハサミ中学校。あってはいはい、公園から来ですよ。そうそうそう。で、一昨日は、今治東中等教育学校という愛媛県の中学校にも行って、はいはい。大人の圧で。大人の圧 チャンネル登録お願いしますと。<おー> <laughs> はい。いやでも若い子、ね、言ってきましたので。はい。身近ですからチャンネル登録は。そうですね。うん。<ー>なんで中学生だけで多分600人ぐらい増えたんじゃないか。<laughs> <laughs> 嬉しいね。うん。かあの、はい。大人になった。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。結構ね、そういう中学校とか、高校とかからのなんかこう、講演会みたいなお声かかること多いですよね。いや、めっちゃ多いんですよね。そう。めっちゃ多くて、もうなんなら、これ中高生向けのレディオにしちゃおうかなそれもあり、でもありあり。だって地域の未来を担っていく若者たちですからね。うええ、嬉しい。じゃあ今日もしかしたらどこかの、 ね、地域の中学生が、うん、やりたいなそれ中学生向け、うん、だって<ー>質問で最後来るんですよで公演会終わった後そうで今治中等教育高等学校の中3か高1ぐらいの女の子2人が来てはい何て質問したと思いますえ何わかんない 証券口座の開け方を教えてください。おーそうねそう、結構お金の話とかね。うん。中学生、ね、高校生向けに、そう。う資産運用の話とか、めっちゃしてるので、はいはい、そう、じゃあ具体的に何すればいいのっていうところで、いはい、質問来ますんで。いいですね、うん。そう、めちゃくちゃ。いいはい。ちょっと教えてました。 自分もさ自分が中学生の時にそんな講座あったらだってもっとお金増えてたかもしれないって思うとちょっと若干悔しいなねえお年玉とかさあるものあるから使える玉を使ってもらってそれを2倍3倍にしてもらうみたいなちょっとそういう投資系というか資産運用系の話もまたちょっと別で取りたいですね。まは資産運用じじじゃゃゃなななくくくててだそこに いかなまだちょっっとときコメントくださいねそういう話聞きたいよって方はねそういうの見てからね結構ネタは決めてるのでそういうのいっぱい来たら資産運用行こうかなと思ってるので今日のところは結構このラジオもスチームシップにエントリーを考えている人たちが今のところ聞いてくださってるのが多いかなと思っていてそこでよく言われるのがですねその どういういい人材を求めてますかみたいなはいはいそのスチームシップ側がっていうのがこうよくいろんなところで聞かれるんですって採用チームが言ってたんですけれども。 ちょっと今日はもうぶっちゃけレディオなのでなかなかこういう人材求めてますってなんとなくさそれっぽくは書けるじゃないですかちょっとんていうのマイルドにというかこちら側もたくさんエントリー欲しいからさそこまで厳しくなく誰でもいいですよとは言わないけど広く浅く書いちゃったりするんじゃないかなみたいな思うので。今日こそは そうういのなしで、ねなしでぶっちゃけマジでこういう人材来てほしいみたいな、しかも今のスチームシップでね、今のね、ずっと、多分会社の状況変わっていくと思うんで、これが今、マジ求めてる人材みたいな話聞けたらなと思う。なるほど あれいい,いいですか聞いても。もち,もちろん、もちろん。そうですね。ちなみに今、何人ぐらいです今、会社の人数は。今は、うんうん、えっと、265とかで、260をう超えてます。いも7月とかにもまた10人くらいとか入る予定があるので、なるほど。そう、もうざっくり内定者含めるともう300弱っていう。 だいぶもう行きましたね。数字なってますね。なんかその、募集するときって、各拠点ごとで募集する感じですよね。ね<う>。その、この拠点で働きたい。 この職の人みたいな。そうなんですよ。基本全拠点オープンにしてるんですか？基本は、そう。ただ糸島とかはもう人数がいっぱいになったんで、物理的な問題ね。とか、そういうのはありますね。なるほど。でも大体はほとんどの拠点でこう開けてるというか。そうっすね。一旦一旦空けつつ、そう。うん。 もう早速ぶっちゃけ聞いていいですかうん、うん、えこの拠点今マジでいっぱい来てほしいみたいなとかあります、うん、ああでもやっぱそういう意味で言うと新しい拠点、うん、ああ、うん、なるほどね、うんうん、なるほどなるほどでなんでかっていうとやっぱ新しい拠点ってそもそもスチームシップの認知度がうん、うん まあなくて当然というか、その地域の中での会社としての認知度。うん、そう。うん、初めての県みたいなところがほとんどなので、なるほどね。なるほど。うん、え、例えば具体的に言うと今だとどこになります、うん、新しい拠点って言ったら。そうね。 今だとやっぱり松江とか島根岐阜岐阜今度新たに岐阜市の方に作ろうかなと思ってるので今、土岐市にはあるけど土岐にはあるまた距離がね土岐だと1時間ぐらい離れてるのかな東側岐阜県の東岐阜県大きいからね東側にはあるけど西側というか真ん中ら辺よりちょい西かな。ははいい だったりあとはこれ今募集かけるうん、うん、まだ今かけたばっか,かかもしれないですけどうん、うん、札幌と札幌、うん、横須賀横須賀はいほんとにあれですねマジでそのスチームシップがほんとに受託したばっかりのところというか、うんうん、マジで認知度低いしそうああ<ー>、うん、で基本そういうまあ もともとハサミが本社なので、うん、九州、特にその長崎エリアとか強いというかその辺が多いじゃないですかうん、うん、でも、そういうその遠いところになった時は基本現地採用がもう基本ですよねそのこっちの,その今、既存のメンバーがどっかに行ってとかっていうよりかはもう現地採用で構成していく。まあ、最初のサポートとかはあるけど、うんうん

急にやめ、急にマジで急にて三分経ったかなと思ってそう経ってる経ってる急に歌われたらびっくりするから今日ずっとこのパターンこのパターンだったらどうするちょっとしんどいなだい一周はだいぶしんどい変えてほしいそうで現地ですね現地現地ああえそれってまあちょっと話外れるかもしれないですけど結構会社によってはそういうその支社とか出すときでまあその本社からこう転勤してくださいみたいなでなんか全然あり けるっていうか多いじゃないですかそれあんまないですよねうちないねそれなんでなんでいやその行きたいっていう人がいればそれはもう行ってもらった方がそういうスタンスですよねその会社から別に行きたい行きたくない関わらずあの行ってくださいみたいなパターンないじゃないですかそうですね多分二つ理由があって一つ目は その、まあ、業務だけっていう観点で言えば、そのまあ、出張ベースでも、まあ、できなくはないじゃないですか。はいはい、そのポイントで。わざわざ住んでっていうところまで、うまあね、そうしたりとか、うんうん、ま、それこそ、 家族がいたりとかもするんで、そんな転勤とかしとったら大変やないですか。まあね、普通に。そう。逆になんで転勤させんのかなって思いますもん。他の会社のあの、あるじゃん。3年に1回転勤しますみたいな社と確かにありますね。もう、そう決まってるやつね。すっごい疑問あれ。いや、私ももともと転勤族なんですよ。家が。めっちゃ大変ですよ。そう。だっけなんでなんでやん私、子供への影響めちゃくちゃあるんですよ。そうなんだ。転校しなきゃいけないから。この話し始めたらめっちゃ長い でも転勤しない方うがあまあわかんない人によるかもしれないけどしないでいいんだったらね、うん、まあ自分で望むパターンだったら全然ありだけどう、だからそこもありつつ<ー>だからそのあとその地域のねそれこそ。 スチームシップのやった可能性を信じているっていうのがあって、うんうん、それはその地域に残る人材をちゃんと作りたいなっていうのがあるからこそ、出張ベースとか転勤ベースだったら残らない可能性を作ることになるんで、 確かに。ね、だからまあ言ったらその地域に根付き始めてたのに剥がしちゃう感じにもなるし行った先でも<う>まあ会社に言われたけんっていうマインドで行っちゃったら、うん、そう確かに根付かないですね。だから逆に言うとうちのスチームシップに来る、うん、一つの志望動機として転勤 が大変だったからみたいな、転職理由そうそうっていうのもちょこちょこあったりはするんですけど、なるほどねスチームシップとしてはやっぱりその現地の に残る人材を作りたいからこそ、やっぱり例えば北海道なら北海道でやりたいとか、五スなら五スでやりたいとか、岐阜なら岐阜でやりたいみたいな、あるいはそれ以外の地域も含めて、いろんな地域で,そ,でそう、ばっつりやっていきたいみたいな人はもう超相性いいと思う。なるほどね、うん。めっちゃお互いの マッチング。<ー>マッチングアプリです。<laughs> 採用マッチングアプリしてるのね。<laughs> はいはいはい。なるほどね、まあなんかアプリであるのかっていうところは別としてもど。<laughs> 考え方的にはね。なるほどなるほど。ほどうん、いやでも実際、やっぱりその新しい拠点での、うん、まあこう、うちでは立ち上げって言ってますけど、今までなかった場所にオフィス構えて、うんで、しかもその自治体さんとも初めてだから仕事的には結構いろいろやらなきゃいけないじゃないですか。 だから普通に考えてその入社したばっかりの人がやるには結構大変な仕事も待ってるのかなみたいなだから言うたらもともといるメンバーが転勤していっちゃった方が業務的には安定するんじゃねみたいな思うんですけどそのはまは出張でカバーしていくみたいなイメージ的には最初の1年ぐらいはやっぱり既存のメンバーで。 そう、あの、立ち上げとかをしていきながら、2年目以降は、徐々に、だやっぱその採用するって言っても、1年ぐらいやっぱりかかるし、もち、うんまあ、ろんね、物件探しから、ね、そう、前回のラジオをね、ねうんうん、聞いた方は分かると思うんですけど、うんうん、物件探しもあんま大変ですからね。<laughs> <laughs> そう。<laughs> そうね、で、そこからね、契約して内装を作ってとかってすると、もうすぐ半年、3か月、すぐかかるんで、なるほど。っていう中で、まあ、1年間、しっかり、その拠点立ち上げしつつ、うんうん、ただ、業務としては、既存のメンバーで、しっかり立ち上げしつつ、うんうん、徐々に2年目、3年目 っていうところでその現地のメンバーができるように、うん、教育とか研修とかやりながらなるほど、ね、そこの最終的に3年5年かけてその地域でしっかり回っていける10年経つともうその地域にしっかり根ざした人材があら不思議あら不思出来上がっちゃったスチ,ームポスチームポルトスチームポルトんだそれ <laughs> スチームジップ、ね、ポルトがあるとあ<ー>ポンと。 地域に残る人材できましたよパン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 みたいな。そういうイメージ。イメージイメージ。そう。未来からするとね。未来からすると。今やってる最中は全然わかんない。まだわかんない。見えてない。ウーンウーンぐらいのスピード感なんですけど、10年間震えたパン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 みたいな。 イメージがひどいでもまあ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 伝わった伝わったギリギリ伝わった最悪伝わんなくていいやと思って喋ってる伝えようよ伝えよからごめん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 いめんご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 めんん 具体的にどういう人に来てほしいとかあるんですかその新しい拠点での採用特にその初期今から立ち上げていく、うん、さっきの岐阜とか杖とかどういう人求めてます、うんまあいろんな人もちろん求めてはいるんですけど、うん、でもやっぱりその立ち上げってなると、うん、そのこの仕事 まず最初にお伝えしたいのがめちゃくちゃ面白いんですよね。そうですね、えー、確かに、えー アリサもさ、もともと全然違う仕事しながら、ね、今このラジオパーソナリティという仕事を。急にね。何やってんの皆さんこれ、アリサさんの仕事のマジで2%ぐらいなんで。2%もないかも。2%もない。うん。99%はね、他のやってます。ディレクターというね。地域に根差してちゃんとやってます。そう、やってますね。ここだけはいい。 楽しいですね <laughs> <う>仕事この仕事ってむちゃくちゃ面白くて何ん、うん、で,で面白いかというと、うん、やっぱその地域の魅力を本当ダイレクトに知ることができるしかつそのいろんな地域で頑張ってる事業者さんとつながることができて、うん、一緒にお仕事ができて、うんはい、なおかつその地域にふるさと納税という形でダイレクトにもう貢献できる。まあそうですね、うん、町の財源に直接的に そうだってその人が入ったから、うん、この町が10億円寄付額上がりましたってことは全然ありえますからね。みたいなことっていう仕事って世の中探しても絶対見つかんないよねと思うぐらいのやりがいだったりその何でしょう得られるもの価値っていうものがむっちゃあるからこそうん,、うん、なんかそういう地域でなんかやりたい。うん っってて思いるけど結構僕が見るり、そりエネルギーは高いんだけどもそのやり方としてそれってなかなか大変そうだなとか例えばやっぱビジネスとして補助金とかに依存してたらそれが予算減らされたりなくなるともうそのイベントできないよねとかそういうことってめっちゃあったりあとそもそもやっぱり。 言うても地域なんで人口減少で人もなかなか来てない中でじゃあそこで観光産業でやろうと思ってもやっぱ10年とかって相当時間がかかる中でそうこの仕事だったら1年2年で大きく変えられる可能性があるんですよねその街に対してそうですねダイレクトだからってことはさその10年を何かに費やすよりは例えば スチームシップで3年とかがっつりその地域の立ち上げみたいなのを経験すればそれだけでもなんか30年分ぐらいを3年でなんか経験できるようなそうものとか実績とかって作れるんじゃないかなと思ってて。なるほどね、うん、っていうことはじゃあその地域で何かこうその地域のために頑張りたいって思ってる人って多分、うんはいで、はい そのアプローチの仕方って多分いろいろ例えばその地域おこし協力隊だったり補助金を活用してこう地域イベントをやるような取り組みとかいろいろあるけど、うん、そういうのももちろん OK だけど、うん、そうスチームシップに入ってふるさと納税事業っていうビジネスに入ることによってもっとこう短い時間でその地域に直接的な支援ができるからそういうのをやりたい人 着なよみたいな感じそうだから具体的に言うと、うんうん、例えばそういう人って役場とかに行ったりとか、それこそ地域おこし協力隊も役場だと思うけど、とか、はい、あとなんか DMO とか、うんうん、なんか地域の,なんかその補助金みたいなのを活用したそ、うん、組織というか、うそう、なんか国がそういうの出してたりするんですよ、ね。それで、こう、まあ一時的に外部から、 こう来てるとか、いろいろなパターンがあるかなと思うんですけど、うん、うん、うん、まあまあそれはそれでね、うん,うん、その人に合ってればいいと思うんですけど、まあ、うんうん、ただスチームシップ最高っすよ、すげえ言う、急に雑にすげえ言う、いやマジでそれは本当にそう思っていて、うんうん。うん だからそういう人たちにとってすごい合ってんじゃないかっていうとこですよね。う,うん。うん、そういうのをやりたい人たち、うんうん、も。ちろん人にもよるし、それはね、チームシップのホームページ見てもらって、とか、うん、雰囲気を感じてもらって、あとこのレディオを聞いてもらって、ね、そう、感じるものなんで、一概にどうのこうのっていう言いづらい部分はあるものの、うん、ただ知られてなさすぎるんで、今。まあ、その、えっ、ー、と、新しい拠点の周りで。 そう、スチームシップ自体が。だって今までずっとストレスでやってきたんで。一生捨てるすってなんか。言いたかった言いたかった。言いたかった。ぽい。そう。そう。でも本当にこれからの会社、私これからの、なんだろう、まだまだよちよち歩きの会社でもあるので、そういう意味でこれから北海道とか、 横須賀とかうん、うん、今ご縁をいただいてる町っていうのが増えてきてるんで岐阜とかねそういうところをむちゃくちゃ大事にしたいっていうかむちゃくちゃ喜んでもらいたいなと思ってるからこそそこにそういうのをやりたい子絶対いると思うんですよ。うん いるでしょうね、<材>絶対ね。対いる。うんうんうん。だからまた話戻るかもしれんけどね。今日はあえていませんけども、今日はね。こら、うん、えたけど、えた絶対いると思うので、はい、そういう人たちとの出会い。 なんかあるとすごくいいななって思うしるほどね。いや、今、その、あえて、そういう、こう、今のスチームシップで必要としている人材っていう聞き方をして、で、特にその、新しい拠点周りで必要としている人材って聞いたときに、そういう、こう、地域でガツガツ、こう、自分でやっていきたい人みたいな感じで言ったじゃないですか。なんか、その理由って何なんですかなんだろうどういう理由で、なんかこう、その、新しいところには、 そそういううい人たちが必要って思ってて思るんですかあーそうっすあねまあシンプルにそのうちのコアマインドでうん、うん、ね財を残すのげ、仕事を残すのは中人を残すのは上なりって言ってるうん、うん、人を残していく地域に残っていく人材を残したいっていうのもも,もちろんあるんですけど、うん、なんかやっぱその面接でそういう子が来てくれるんですよ。 この前もちょっとまだ名前は出さないんですけど、うん、とあるあの社会人5年目ぐらいの子かなんかその今多分ね日本の中で一番人気の企業、えー、勤めてるらしくて<う>、うん、昼食ランキング1位みたいなそこから転職してくれる方なんですけど<ー>そ,うその子とか面接終わって泣いてました。んなんで 何なんかやっぱっそのスチームシップをいや怒ってない怒ってないて、ね、そう俺ずっと笑顔ああよかったよかったよかった、うん、あのマックスマイル無料みたいな <laughs> ごめんなさいえっとね面接の時に言ってたのが <laughs> やっぱそのスチームシップ見つけた時に、うん、もうこれだって思った、うん とか絶対地元ではこういう会社とかこういう働き方できないと思ってたから、うん、もそもそもフルリモートで働く前提で考えてたとか<ー>、うん、っていう中で見つけたみたいな,なるほど、ね、そうだからそれが嬉しくてみたいなそういうのをやっぱ生で聞くとあ多分そういう方ってもっともっと、うん 全然いるんやろうなたな、うそう。うたまたまその子が見てくれてただけで、多分そういう子って。 7000人ぐらいおるんやろうな。絶妙な数字やけど。おると思う。7000人はおるなと思っていて。7000人はおるなと思っていて。そう、じゃその7000人の人にどうやったら届くんかなっていうことと、逆に言うとそういう人たちがいればいるほど地域の未来は明るいし、逆にいなかったらもう無理っすね。やっぱ人材が全てなんで。なるほど。特にスチームシップでは、人材が一番大事。 人材の財を、うん、あの、材木の財から宝の財にすると思ってるじゃないですか。うん、違いますよ、と。違う。うん、よくあるけど違う。うん、そうじゃないな。うん、何財何あの、才能の際に、<ー>えー、上に点々つけて、ざ財。<laughs> <laughs> ちょっと、<laughs> ちょっとなんか<ダサ> <laughs> ち、ね、ちょっとね、ラジオに伝わるかわかんないんだけど、 <laughs> そう。人材っていう、天敵最後つけるみたいな。そう。それぐらい、うん、なんだろう。やっぱ才能に溢れてるうん、うん、人たちってめちゃめちゃいると思っていて。で、その才能をまだ生かしきれてない人がほとんどだと思うんですよ。特に地域だと。その才能を最大限開花させる船。うんうん、それを英語で言うと、なんて言うんですか、うん、ステアムシャープ。 ヤ顔しないで。これ早すぎて今エコー回らんかったかも。ちょっと間が足りんかったかも。そうね。うん。そこははいうんうん。なるほどね。だからまあ、もうとにもかくにも、その地域の人材が大事だと。そうです。で、特にその新しい拠点のところでは、スチームシップの認知度まだ全然だから。全然全。全然全だから。全だから。 だからやっぱりなんかそういうこう地域で頑張りたい。だからこの地域のために頑張りたいっていう人の選択肢の中に入りたいですよね。うんうん、そう。なんかなんとなくやっぱりこう地域おこし協力隊とかじゃないとできないのかなとか、なんかこう自分で会社立ち上げないとやっぱ結局無理なのかなとか、そういうのの中にスチームシップっていう選択肢が入ってきて、うん、そういう人がジョインしてきてくれたらうちら的にも、うんうん こうガンガンその人が前に立ってやってくれたら助かるし、こう互いにとっていいですよね。うん、そうそう。なのでまあそのさっき地域おこし協力隊という言葉結構今日出てきてるので、うん、まあそれとのなんか区別っていうか、うん、なんか特性というか、うん、まあなんかそういうタイプ的なところで言うと、うん、なんか地域 おこし協力隊の場合は、どっちかと自由度が高いような気がしてて、ものによるけど、お金をもらいながら、自分のやりたいことっていうか、そっちの方をやれる3年間みたいなイメージなんですけど、スチールシップはもう、もっと過酷だと思う。過酷だってもうやること決まってるし、ふるさと納税の寄付額を上げるために、いろんな事業者のところ行って、 でその事業者のことを知って学んで、うん、自分も勉強しとかんとやっぱ舐められるっていうかそん、ね、ぐらいそんなことも知らんのってやっぱ思われたらはい、はい、テンション下がるじゃないですか。でもゴリゴリ調べてこられてたらめっちゃ勉強しとるやんってなるし誰もね学ぼうっていう姿勢になるんでそういう意味でなんかすごく特化してる地域に本当に起こすために特化してる、うん。うん 仕事かなと思ってて、ふるさと納税において、過酷過酷だと思います。過<酷>そうだって10億とか20億とかをあげるのって簡単じゃないじゃん。まあ、しかもちょっと責任感もそれなりにね,ね、うん、ありますよね。うん、その自治体としてはあげてもらえるって思。って 財源確保できるって思ってうちにお願いをしてきてくれてるわけですからそうでしかも今話してるのってその新規の拠点のリーダーみたいに要は、ね、うちの本社でうワンオブゼムじゃなくて、うん、もうその新しいポルトでガンガンやっていくっていうメンバーなんで、うん、本当にパイオニア素敵なそう,、ね、そうだってスチームシップって何っていうところからかまさに7年前に,に。 ね自分たちが3人で始めたうん、うん、その瞬間を逆に言うと味わえる、うんはい、確かに、うん、そうでしょうね、うん、自治体さんにも全然知られてないし、うん、事業者さんにも知られてないしだからその7年前に急に波佐見町役場に乗り込んだニートの時のライターさんみたいなのをも 味わえると味わえますしかも最新の設備でなるほどねなるほどそう我々はやっぱね今設備すごいじゃないその人材という意味でのそうそうんか困ったらすごいさ巻き取ってくれる人材がいたりそうそうすぐ俺にメーションつけられてあと確認お願いしますみたいなのよくスラックで飛んでると思うんですけどそうねだから頼れる仲間がいる状態でそれを体験できるっていうね エンジニアチームとかすごくないなんか。もうどんな問題もそう解決してくれるし、そんなんできんだとか、そう、ね、そういう強力な設備が、なるほどね。武装されてる、そう、船なので、そう。7年前イカダだったっけマジで。マジイカダで、コピー機とかもなくて、あの、セブンまでコピーしに行ってましたから。はい。 びっくりしたよ。あの、5000円使ったからね、セブンで。たけそんな時代もあったねと。コピー機壊れたし、最後。マジ。コピーしすぎて、セブンのコピーが。セブンも耐えられながら。まあね、そこまではないけど、まあでもその周りの仲間はいるけど、でも言うてもやっぱ過酷だけど、その楽しみを味わえるってなかなかないから。 まあ言うたらちょっとこう守られた状態でその会社っていうものに守られた状態でめちゃめちゃその新しい地域でチャレンジできるみたいなのは超いいですよね超いいと思うそういうのやりたい確かにそういう人にちゃんと認知されたい。うん、うん で、絶対いるでしょ絶対いると思う。7000人いるでしょ ?7000 人は絶対いると思う。根拠分からい。言いすぎじゃないですよ。ん。いや、いると思う、いると思う。うんうん。なるほどね。そう。じゃあ、このレディを聞いているそこのあなた。はい。ぜひエントリーしてきていただきたいですね。はい。一つだけ言っていいですかどうぞ。早い者勝ちですよ。また言う いやでも確かにそう <laughs> いやですよ。事実であるそう前回もね自治体さんに言ったんですけどででも確かにそう,そう,そうでやりたい人材も本当にそのだってたまたま、ねうん、拠点がないところはもうどうしようもないじゃん今まさに作ろうとしてる拠点だったり、うん、でこれからまたそれって増えるんですけどだから常にウォッチしてもらって、うん、そうな、ね、なんならね。 メッセージもらえればこういうとこありますよってね新しい前に言ってもここら辺にポルト出たできたら私来ますよみたいな言ってもらえればもうじゃあじゃあ作りますみたいなすげえ会社だななんだそれそう昨日もね佐賀県のちょっととある町のポルトを見にそうあらそうなんですね出してほしい SS c ポルトでも言うとるから白石町ですね なんでかっちゃだめよ、まだ。えこれダメまだ言っちゃダメでしょ s エ c s ー c はもう言うとる。言うとる。言うとる。本当に。ぶっちゃけレディオですから、許してほ。ぶっちゃけましょう。そこは。なるほどね。まあ、でも、マジで早いもの勝ちっていうのは本当そうですね。それはそう。うん、私、そのメンバーもさ、なん、ていうの、タイミングも絶対的にあると思うんで。がっつりやりたいってなったら、本当に初期メンバーでいた方が。 絶対楽しい物語があるんで<ー>楽しんでいきましょう<ー>みんな人生そうね、えー、ドラマドラマ楽しんで、ね、ドラマ,<語>ドラマそれぞれのヒップホップ、うん、それぞれのストーリーやるぜ <laughs> 俺らがマジでこの街のストーリーやるぜこのその道を通るストーリーを生きながらマジでやるぜ俺らのこのヒップホップ <laughs> 調子いいいいのかな、よくなかったと、ことがよくなかったと、10月にね、どたまさんとちょっと、やりますんで、皆さんね、10月、11月かな、どっちか忘れましたけど、どたまさんとちょっとね、フィーチャリングしますので、そちらの方もね、それはそれで楽しみ、チェックしておいてほしいです。 はいそんな感じで今週はよろしいですかはいありがとうございますまあ今日はねそういうこうこういう人材求めてますっていうところをお話ししましたのでぜひこれを聞いてるそこのあなたはいエントリー早い者勝ちですのでお待ちしておりますそれではまた来週もお会いしましょうはいあとエンディングの方もですねまた今日もそうですね エンディングトーク、M. C. していただきます。あの、MC、のエンディングトークも皆さんね、はい、最後まで聞いてください。はい。はい、それでは、今週もありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバイ。バイバイ。はい。 ででははここからは MC アリサのエンンディングトークです、えー、今日はですねスチームシップのリクルート採用ページにはなかなか書けないぶっちゃけマジで今求めてる人材についてというのをテーマにお話ししてみましたけれども皆さんいかがでしたでしょうか、えー、特にこれからねスチームシップにエントリーを考えている方なんかにとってはかなり興味深い内容だったんじゃないかなと思っております。 で今ちょうどですねそのスチームシップ新しい拠点の立ち上げも予定しているので、まあ、特にそちらでの採用についてのお話多かったと思うんですけれども。 やっぱ立ち上げって絶対大変だとは思うんですよね、正直。私自身はずっとあの本社、ハサミポルトで働いているので立ち上げの経験はないんですけれども、今までその新しく立ち上がった拠点とかを見ててやっぱ大変そうであるんですよ、絶対。だってまあその えっと、自治体での、その会社としての認知度ないんで、まあ、事業者さんとの関係性もこれから作るっていう感じだし、で、自治体さんとの関係性、信頼関係もこっから作なきゃいけない、で、オフィスもまだ整ってないからそこも準備していかなきゃいけない、で、新しい人も、あの、随時入ってくるんで、そういう人たち教えながら自分も頑張んなきゃいけないみたいなので、あのめっちゃ大変だと思うんですけど、いや、なんかね、見てて、 めっちゃ青春やなみたいな感じなんですよなんかこう、本当に今までの立ち上げメンバー見てていや、大変そうなんだけど、なんかちょっと楽しそうだし、なんかこうみんなで力を合わせて、その土地に根ざして、スチームシップっていう会社、頑張っていくみたいな。 なんか本当そういうこう創業期プチ創業期みたいなのを体感できてるなみたいなのが伝わってきて正直ちょっと羨ましいぐらいまであるなんかそういう体験がやっぱ立ち上げてできるんだろうなみたいな思ってます、まあ、なので本編でもお話ししましたけどやっぱり日本の各地域にこ,この土地を盛り上げていきたいみたいなここで頑張りたいみたいな人って絶対たくさんいると思うんですけどで こういった人たちの選択肢の1つとしてスチームシップが入ってくれたらいいなみたいなのをすごく思いますねだからまあ正直めっちゃ大変だけれどもなかなか他ではできない経験ができる。 でしかもその会社に所属していながら離れたところではあるけど仲間もいる中でそういう経験ができるっていうのはなんかめっちゃいいなって正直思うので、まあ、そういうことを考えている人たちにこ,うこのラジオが届けばいいなと思っております、えーね、ライター藤山も言っておりましたけれども早い者勝ちですので特にそういう新しい拠点での立ち上げを経験したいみたいなのはもう本当タイミングとかも。 あると思うのでぜひぜひそういう方にはなんかエント,ーエントリーしてもらえたら嬉しいなと思っておりますはいというわけで今週も、えー、お聞きいただきありがとうございましたまた来週お会いしましょうバイバイ